皆さんおはようございます。ウォカライダーです。3月11日月曜日の朝7時ですね。普段だったらね、脳みそが半分ぐらい寝てる時間帯なんですけど、今日の僕はビンビンです。ビンビンです。なぜなら今日はここに来ているからです。どこかな、ここは。それはですね、僕は今鈴鹿サーキットに来ています。そうです、今日は丸1時間ほどここを貸し切らせていただいて、バイクで走行するという許可を鈴鹿サーキット様からいただきました。つい先ほどまで雨降っててですね、ああさすが雨の化身ウォカライダー、ヘビーウェットの中を走る気満々だったんですけど、まあ走る直前に晴れるっていうですね。お、今日の僕の愛車はこれですね、鈴鹿ナンバー。おお、はい、こちらですね、鈴鹿サーキット様の広報さんにお借りした広報さんの私物のロクダボですね、本日お借りいたします。これかな、これかな、これこっちか、これか、シュッ。まさか人生初ロクダボが鈴鹿サーキットで乗ることになるとは。よろしく頼むぜ、鈴鹿の広報さんの私物のロクダボ。ちょっとね、路面結構濡れてるんで、あの川になってるところもさっき見たらあったんで、ちょっとゆっくり行きましょうかね。あとあのバイクのイベント当日のこのサーキットクルージングっていう、あのサーキットを走れるイベントがあるんですけど、その時の制限速度が確か75キロなので、今回もですね、最高速度75キロ制限で、走らせていただこうかと思います。ここがピット内っていうところですかね。すいません、僕ちょっとねサーキットレース詳しくないんで、ここがピットってやつですか。センターダッシュのアーキラップベッチ、うん、バックステップ入ってますね。あー、ホンダの音。ではお借りします、セーパーハンヤー。行ってきます。ほら、鈴鹿サーキット走行開始。おほうわー、マックス速度75キロ、多少のオーバーは勘弁してくれ。おー、俺は今鈴鹿サーキット貸し切って一人で走ってるぞ。父ちゃん、なんか見覚えあるな、思ったらグランツーリスモで一回走ったことありますね、ここね。おー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 、寒い。あのね、九州はね、もうあのだいぶ暖かくなってるんでね、ちょっとネックウォーマーとか何も持ってきてないんですけど、鈴鹿は寒いですね。75キロ以上出せない言うてますけど、さっきのホームストレート以外はこういった感じでコーナリングが続いてるんですけど、75キロも出せないです。僕の実力じゃ75キロ出せないですね。うおうおう、これがサーキットか、ここが鈴鹿サーキットか。鈴鹿8タイで8時間もプロのレーサーたちが走ってる、あの夢の舞台ですね。はい、イニシャル D でおなじみの重野秀一さんの、バリバリ伝説っていう、まあ、昔のバイクの漫画があるんですけど、駒群が走った方ですね。まず1周目はね、普通に走りましょうかね。はい、外観制限速度超えた。すまへん。おお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 、ブレーキングこれ重要。いやでも、うわ、すいません、ちょっとあの感動して語彙力がちょっと低下しております。あと結構ですね、この道路に傾きがあるというか、いやー、ロクダボ気持ちいいな。ちょっと寝かしてみますか。あれあれあれ、全然寝てない。あれあれ、ここがスプーンカーブだったかな。鈴鹿サーキットって各コーナーに名前がついてるじゃないですか。なんとか試験とか、なんとかカーブとか、すまへん、僕もその辺全然ちょっと知識がなくて。さあね、ここが素晴らしいサーキットだということがひしひしと伝わってきますよ。はい、で全長が確か6キロぐらいあるんですよね。この直線はレースの時は300キロ超えでかっ飛んでいくらしいですね、レーサーの方々は。これもうすぐ一周かな。あれ、そういえばダンロップブリッジってなかったな。ダンロップブリッジってあれ鈴鹿じゃねえんか。おおお、これまっすぐじゃねえんだ、これこっちかな。ちょっと2周目はね、いろんなところで止まっていろんなところを観察していきましょうかね。一周しました。じゃあちょっとこの辺止まるか。ここにこうやって止まる機会なんてないでしょう。いやね、あの本当はね、自分のバイクで来たかったんですけど、いろいろと事情があって今回はですね、バイクをここでお借りしたっていう。おお、ロクダボかっこいい。そして鈴鹿サーキット。いやでも晴れてよかったよ。鈴鹿、鈴鹿の天気の女神がウォカライダーに微笑んだ。あれは鈴鹿の遊園地の観覧車ですね。
あの観覧車に彼女と乗りながら鈴鹿8体のレースを眺めたりとかしちゃったりするんじゃないですか。いいな。いやここをレースが行われてる時をもうすごいスピードで3、400キロでここをブーンと走り抜けていくわけですよ。お、フラッグが黄色だったり赤だったり白黒だったりいろんなフラッグがありますね。あれ降るんですね。これ1位、2位、3位表彰でありますよ。ちょっと後で1位のとこ登ってみようかな。見てくださいこの観客席、やば、何人入んだこれ。はい、じゃあこの辺で練習しておきますかね。ただいま入場いたしましたオカライダーです。皆さん盛大な拍手でお迎えください。よし、こんな感じかな。こんな写真でも撮りまっかね。ツイートしちゃおう。鈴鹿サーキット貸し切りになる。しゃあもう一周行くか。しゃあアクラポ、いい音。よし、じゃあ2周目はあえてゆっくり行ってみよう。鈴鹿サーキットゆっくり走ったやつはそうおらんやろ。よし、普段は見ることのない鈴鹿サーキットの一面をオカライダーが紹介しちゃうぞ。コースの外は芝生がいっぱい生えてるね。曲がりきれなかった人はこの芝生に突っ込んでいくみたいだね。 F1 ではこのコーナーをノーブレーキで突っ込んでいくって聞きました。もうだいぶこの突っ込んでいったタイヤの跡がいっぱいありますね。1コーナーのところにも観客席ありますね。どうもオカライダーだよ。観客席いっぱいありますよね。これ収容人数って何人ぐらいあるんでしょうか。現時点での僕のチャンネル登録者さんは8万5000人ですけど、8万5000人全員来てくれたら埋まるかな。柔らかそうなスポンジが敷き詰めてあるよ。あ、こっちもだ。車が突っ込んじゃってもコンクリに突っ込むよりスポンジに突っ込んだ方が痛くないもんね。三重県って結構高い山がすぐそばにあったり、その反対が海があったりって、山と海に恵まれた都道府県なんですかね。うわ、ここ地面相当削った跡あるぞ。ちょっと止まってみようか。ちょっと止まってみよう。うわ、すげえ、隣のサーキットではガンガン走っとるぞ。これが鈴鹿サーキットのアスファルト。普通のアスファルトだけど公道とはちょっと違うのかな。公道よりもグリップ力がいいみたいな話を聞いたことありますけど、めちゃんこ削った跡ありますよね。ここやっぱりレース車って車高が低いんで、ガー来てブレーキングしてここでガリガリって腹を削っていくんですかね。遠征期、遠征期、鈴鹿サーキットの遠征期。せっかくだから鈴鹿サーキットの玉砂利でも堪能しとくか。うわうわ、結構こう、うぼりますね、ほら。うぼりますね。うぼる。うぼるってこれ、方言。すげえ。わあ、足が埋もれちゃった。こんな玉砂利あったら、すごいスピードで突っ込んでも、ジャーって止まるでしょうね。さっきと貸し切って走らずにこの辺歩いたやつで、多分俺ぐらいしかおらんやろうな。あ、これ車がザーって行った跡がありますね。何これ。見た感じ、バイクの ステップですよね、これ。あ、ここで折れちゃったんだな。いやー、ロクダボかっこいいな。よし、ほな行きますか。鈴鹿サーキットに限らずいろんなサーキットありますね、全国に。でそういった走行会があるじゃないですか。まあ猫和くんがよく走行会で走ってる動画出してますけど、バイクでああいった走行会に一回も参加したことないですよね。いや、こういったところ思いっきりアクセル全開で大型バイクをぶっ飛ばしてみたいなって衝動に、ちょっとこういったところ走ってると駆られますね。せっかくバイクに乗ってるんだったら、やっぱりサーキット走行は絶対やっておいた方がいいよなって思います。え？なんか今ヤシガニみたいなのがいたぞ。もう一周した時に見てみようかな。ダンロップ、ディレッツァ、スポーツバックス。ディレッツァが車で、スポーツマックスがバイクですよね。ちなみに僕のバイクはヌーダもエステもダンロップになりました。わ、 NSX だらけはない、かいかいかい。ちょっとこの背景は NSX のVTEC の音だったのか。ちょっとね、 GoPro だったら分かりづらいかもしれないですけど、 NSX が 1,2,3,4 NSX が 2,30 台いますよ。やば、 NSX ってあんな音するんやな。ホンダの音、割とどうでもいい話なんですけど、僕は今四輪の車の購入を今検討してて、でいろいろと悩んだ結果ですね、もう最終候補2つにたどり着いたんですよ。コメントで皆さんのアドバイスを聞かせてください。岡さんですね、最終的に現行の WRX-STI もしくはシビックタイプ R、 どっちも現行ですね。どっちかで死ぬほど悩んでます。はい、でどっちも試乗しました。はい、どっちも良くてね、決まんないんですよ。意外と優柔不断で、多分このままじゃ永遠に買わないんですよ。別にね、今車買わなくてもね、すでに家に1台ゴルフがあるんで急いではないんですけど、どっちがいいかなって。皆さんの意見とかアドバイスをコメント欄に書いてあげてください。おかないだタイプある買っとけとかね、スバルのボクサーはいいぞとかですね、いろいろ書いてください。はい鈴鹿サーキット貸し切って話す話題じゃねえなこら。
おっと、岡ライダー選手一番乗りでホームストレートに戻ってきた。5秒以上の差がついている。さすが岡ライダー、あのライディングテクニックはどこで身につけたんでしょうかね。さっきザリガニちゃんいたけどまだいるかな。もうめっちゃ警戒されてる。こんにちは。おい、えい、お前ここにおったら 100% 踏まれるぞお前。鈴鹿サキットでザリガニ捕獲。これザリガニ、ザリガニなのこれね。山にお帰り、達者で暮らせよ。世界的にも有名な鈴鹿サーキット、ここを走れるサーキットクルーズというイベントがですね、4月27日開催のバイクバイクバイクというイベントで行われます。そこを自分のバイクでいろんなライダーさんたちと一緒に自由に走ることができます。もちろん僕もですね、当日イベントに参加して皆さんと一緒に走りますよ。岡ライダーと一緒に鈴鹿サーキットを走ってみたいなっていう人、もしくは鈴鹿サーキットを普通に走りたいなっていう人、2019年4月27日開催のバイクバイクバイク、ぜひいらしてください。僕が皆さんと触れ会えるようなイベント、あとはステージに登って僕がちょろっと喋ったりするトークショーもあります。ぜひいらしてください。鈴鹿サーキットさんの駐車料金とか入園料というのはどうしてもかかっちゃいます。この動画を見てくださってるそこの君、あ、君、はい、君、ちょっとねお金がかかっちゃうからそこは申し訳ない。はい、ザリガニ他にいねえが、いねえな。ああ、僕バイクの免許持ってないけどイベント行っていいんですかとか、僕まだ中学生ですけど行っていいんですかって結構コメント来るんですけど、全く問題ない。そんなこと、年齢制限ない、バイクの免許なくても OK、 はい、自転車で来てもいいですよ。はい、ピットロードに入るね。ありがとう鈴鹿サーキット。52番ピット、岡ライダーピットイン。はい、鈴鹿サーキット堪能していただけたでしょうか。こんな感じでね、みんなと一緒に、僕と一緒にサーキット走ったりできますんで、皆さんぜひ鈴鹿サーキット来てください。鈴鹿サーキットで僕とアクス。では、岡ライダーでした。バイバイ。鈴鹿サーキットのホテルです。おー、結構豪華なんですよね。うー